2015年4月26日日曜日、開成の日立ビルシステム大宮総合グラウンドです。社会人サッカーならではののどかな天然芝のグラウンドで今日の試合は行われます。グラウンドも移動バスも何もないところから始まった東京23フットボールクラブ、いつか大きなクラブに成長したとしてもこの出発点は忘れないでほしいと思います。ボールを蹴る喜び、サッカーのできる喜びは河川敷も3万人のスタジアムも何も変わりありません。ふるさと東京と地元フットボールを愛する皆さん、こんにちは。東京23勝手に実況隊がお届けする東京23マジで TV の時間がやってまいりました。23サポーターが自らカメラを回し、ネットを通じて東京23の実況試合動画をサポーター視点でお届けします。本日はこちら、さいたま市にあります日立ビルシステム大宮総合グラウンドからお送りします。ビデオカメラとユーストリームのオペレートはパラグエルさん、 MC とミキシングはブラジルオヤジ36が担当いたします。よろしくお願いいたします。さて、本日お送りする動画ですね、関東リーグ1部前期第4節、日立ビルシステム対東京 23FC の試合を生中継でお届けします。キックオフは11時の予定ですね。あと5分少々でしょうかね。いや、全くいいグラウンドですね、パルベルさん ね、うなずいてます。Jリーグのサポーターには絶対味わえない臨場感といいますか、後ほどカメラが、グラウンド全体をこう振るとよくわかると思うんですが、ピッチサイドギリギリのところまで、サポーター、あとカメラがですね、寄れるようになっています。ちょっと動画の向かって、正面に当たるところがいわゆるメインの位置に当たります。そして、今日私たちはバックの位置にですね、カメラをセットしています。ハーフウェイラインから、少しだけずらしたところ、いつもの、ところに、カメラを置いております。
今両チームの選手たちが入場のために今並んでますね。お天気情報ですね。今日の天候は晴れ、予報では晴れ時々曇りですが、気温はもう23、4度、下手したら5度近くまで行ってるかもしれません。風はあまりないですね。ちょうどいいぐらいですね。天然芝です。ピッチのコンディションは非常によろしいかと思います。まあ、この天然芝でこういう日差しを浴びるとですね、去年の、熱中症といいますかあの大変なあの暑さの中で、やった試合を思い起こさせます。タイガ選手でしたね。白と赤の車に乗ってね特別送迎されましたね。今日はそういうことがないように、いければなと思います。さて、東京 23FC ですね。ここまでのリーグ戦と、リーグ戦のご紹介ですが、前期は第1節、ホームゲームですね、埼玉 FC とエドリクで対戦しまして2対0で勝利しています。そして第2節は、ジョイフル本田筑波さんとですね、アウェーで対戦しまして、これ1対1でドローになりましたね。そして第3節、前節ですね、西岡の味の素フィールドで、都南と戦いまして2対1で勝利しています。2勝1分け、リーグ順位、現在1位に出ましたね。ただ、今日本田さんが昨日か、勝利しましたので、暫定順位としては2位になります。前半がキックオフとなりました。サポーターが隣にいるので何も説明しなくてもどんどんこう試合の状況が彼らのコールで分かるかもしれませんね。画面左側、白のユニフォームが東京 23FC、 そして右側にエンドを取る黄色のユニフォームが北ジブリシステムです。左サイドバックが大河、中盤はですね、
バンドオープンは平瀬浩樹ですね。失礼いたしました。日立ルールシステムのゴールキックになります。非常に23入り方、気合が入った入り方していますね。中盤の底が吉田正樹ですね。で中盤のサイドハーフになるのかな、真ん中2人が、小林翼と飯島、右サイドハーフ山本恭平ですね。今ヘディング、そして左サイドハーフは新海亮太、ちょっと今ボールなしました。新海クロスボール、ワントップは広瀬浩樹ですね。4-1-4-1かな。さあ弾道の高いゴールキックです。日立ビルシステム、俊太、渡辺、左に開いたタイガー、新海スローダウンですね。作り直しです。渡辺隆人、日立ビルシステムは前からどんどんボールを奪いに来ていますね。リーダーから伊藤隆二、俊太と翼で挟みました。試合時間3分です。久しぶりの選手、前半の入り方は両チームとも非常にこう緊張感を持って、締まったゲームになっています。ボールへの執着心も強くですね、好ゲームを予感させる、最初の3人ですね。こちらのゴールキThank you.
チビルシステムのゴールフリーキックですね。日立どん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 裏に入れる、裏に裏を突くパスを出します。日立ビルシステム グラウンドはのどかですが、ピッチの上の戦いは非常に熱いですね。グラウンドのすぐ横にあの線路がありまして、時々電車の音が聞こえてきます。さあ、ゴールキックはこちらです。シュートを打った飯島にサポーターがコールしていますね。タイガ、シンガイ、タイガゴーバラ、そのタイガにボールを出しました。タイガ、日立ビルシステム、網をこう手繰り寄せるように網の目を縮めるような守備で、まあ、左23の左サイドにボールをこう押し出しているような感じになりますね。ゴールキックは日立ビルシステム。シュンタから伊藤隆二、そしてフィフティのボールは東京23 FC になりました。スローインはシュンタです。この距離でサッカーを見れる幸せ。さあ飯島だ、中にポンと出てきた。広瀬国旗が先に触る。クイックなボールタッチで2人のディフェンスを翻弄して抜くか。すごいな、ボールキープ力が。小林翼、広瀬国旗、山本恭平、伊藤俊太、翼、太
シュート。少しずつ少しずつあのいい形が作れてきています。東京23FC。ゴールキックは日立ヴィルスです。おー、伊藤竜二、たけーだて。俊太、日立ヴィルスです。伊藤竜二、おー、おー。さあ、裏を取られた。これはピンチですね。渡辺隆人が最初についた。隆人、外に押し出す。大きなチャンスですね。コーナーキック試合時間15分27番の選手がコーナーキックを蹴ります。全員ゴール前に戻ってますね。コーナーキック、シュンタがさ、インゴールが認められましたね。15分28番の選手ですかね。先制したのは、日立ヴィルシステムです。前半15分コーナーキックから再開しました。東京23 FC のスローインです。はね、ここ3節開幕と次節は両方とも負けましたが、第3節ブリオベッカ浦安にね 1-3 で勝ちまして、結構関東リーグチーム全体にこう激震が走るような大金星を挙げています。今回も日立ヴィルシステムはね、侮れないよということをいろんなところで噂されてましたが、まさに先制したのは日立ヴィルシステム。
翼、日立ボールになりました。うまく送らせています。山本恭平、一旦下げます。最終ラインまで戻した伊藤隆二、伊藤隆二が出しどころを探している。山本恭平がボールを取りました。吉田正樹が顔を出して、そこに俊太が開いて待っていました。俊太中に入ってきた。俊太、面白い。山本恭平、日立、一旦下げる。8番の選手、おー抜かれた。7番の選手がペナに入ってきた。シュート、吉田正樹、小林正からタイガですね。日立ボールです。伊藤隆二と14番の選手、オフサイドですね。伊藤隆二、下がって受けに来た飯島、ボールを返しながら俊太、俊太、飯島に一旦渡して前に出るそうです。日立イングリスシステムがうまく負担しています。飯島、ナイストラップ。飯島から俊太、俊太中に入ってきた。日立イングリスシステムスライディングでうまくパスを出しています。伊藤隆二、渡辺隆人、左に開いていたタイガ、そして新谷です。翼、おー来た、広瀬浩樹、広瀬、中をかがう、広瀬、外、俊太がオーバーラップ、そこに俊太出した、俊太、あ、これ面白い、俊太、うん、広瀬と俊太の形でしたね。サポーターからは俊太コール。さあ前半24分になるところですね。ゴールキックは日立ビルシステム。風が少し出てきました。ゴールキックです。シュート吉田正樹、伊藤
藤隆二。コーナーキックを取りました。東京23FCですね。逆サイド、おお、まだ
ールにボールを運んでいます。ゴール前までボールを運んでいます。23小林翼、広瀬浩樹のファールです。あ、ファールを取りました。東京ニュースの FC のファールを取りました。試合時間まもなく30分になるところ、ゴールキックは日立ヴィルスです。長いボール、伊藤隆司、広瀬浩樹、日立ヴィルスです。俊隆司、面白いな、キーパー日立ヴィルスです。京平、俊太、山本京平、小林翼、新海がボールを欲しがって、それをスルーして左サイドに広げています。吉田正樹、平、新海、吉田正樹、渡辺隆人が上がってきた。伊藤隆司、小林翼、俊太、翼、伊藤隆司が上がってきた。伊藤隆司、おお面白い、山本恭平がちょっとフォワードらしい動きをしましたね。広瀬浩樹がハードプレスをかけます。渡辺隆人、内田までボールを戻しました。ゴールキーパーです。センターバックの伊藤隆司、山本さん、俊太、吉田正樹、吉田正樹へのプレッシャーが厳しいですね。2枚来ていますね。吉田正樹のファウルを取りました。日立ヴィルスシステム、さあここ早めに抑えたい。シュート、吉田正樹がボールを前に運びます。シュート、なかなか日立ヴィルスシステムの守備がしっかりしていて起点がうまく作れません。東京ニュース FC、 さあ正樹先に、おお素晴らしいタックルですね。あれイエロー出ちゃうんだ、残念ですね、イエローカードが出ました。伊藤隆司が3人目増やせる、生かす動き、生かす動き、抜けてやろう、単発じゃ崩せねえぞ。伊藤隆司がメンバーに声をかけます。面白いなサッカーって。俊太、俊太と強兵でボールを囲みます。まだ23ボール、伊藤隆司、飯島、翼、飯島、ボールのキープ力は天下一品ですね。飯島、渡辺隆人を経由して、これは新海亮太かな、あ失礼、タイガーでしたね。ここが新海ですね。新海、タイガーが後ろオーバーラップ、詰まったところで広瀬浩樹、日立ヴィルスシステムが大きくボールをクリアしてタッチを割っています。
前節の都南戦もそうでしたけど、やっぱ関東一部って守備がみんな硬くてすごいね。楽しい。俊太、お、小林翼だ。あ、広瀬浩樹シュート、おーきたー、山本恭平ですね、コーナーキックから伊藤龍二が素晴らしい打点の高いヘディングを決めました。
ラン戦でも逆転、見事ロスタイムで逆転ゴールを決めた伊藤隆二選手。素晴らしいプレイヤーです。吉田正樹、伊藤隆二、吉田正樹、右に開いていた俊太、日立はクリアでそのままボールをタッチに出しました。俊太、広瀬光輝、広瀬前を向いて俊太、ワンツーで翼とのワンツースリーですかね。広瀬のボール、前半40分ですね。見事逆転に成功している東京ミッドさん、ゴールキッカー日立ビュー推薦、日立ビュー推薦は左から攻めます。それをシュンタが防ぎました。スローインは日立ビルシステム、日立ビルシステム、内田、ゲームを大きく左に変えます。俊太から、あ、俊太失礼、タイガーから新外、一度ゲーム、あ、ボールを戻していますね。最終ラインの渡辺隆人、吉田正樹が頻繁に動いて顔を出してパスコースを作ります。広瀬光輝を作ります。広瀬光輝、キーパーとの1対1、キーパーうまく詰めてましたね。シュートコースを消していました。小林翼、吉田正樹がボールにアタックしています。タイガ、いい字幕かな、あ、失礼、翼が今左に開いてますね。広瀬光輝、中に出てきた、お、また山本京平だ、大きくクリア、伊藤隆二、内田にボールを1回戻します。日立は前からすごいプレスされてきますね。渡辺隆人がボールを持ち込んでいます。そして飯島君に下がっている、俊太の長いサイドチェンジのパス、ワンタッチで翼に出した。広瀬光輝のプレーにオフサイドが当たりました。
高く鳴らされました。2015年4月26日日曜日11時にキックオフしています日立ビルシステム大宮スーソードグラウンドからお送りしております。関東リーグ前期第4節ですね。日立ビルシステム対東京23 FC は、ご覧の通り前半は1対2で東京23 FC が、逆転してリードして折り返しています。前半15分、コーナーキックから日立ビルシステム28番の選手がコーナーゴールを決めまして1点先制しました。その後ですね、なかなか、23も、日立ビルシステムの堅い守備をこう、こじ開けられない状況が続きましたが、前半34分、山本恭平のゴールが決まりまして、その後38分ですね、コーナーキック新海が蹴ったコーナーキックに対して、伊藤隆二がですね、打点の高いヘディングを見事に決めまして、2対1で逆転しています。私が実況しながらのメモレベルですが、日立ビルシステムシュート数は4本、東京23 FC は6本に数えられていますので、まあ、前半の、まあ、前半ぐらい、まあ、頭半分は、まあ、フィフティだったんですけど、前半の終わり際は23が随分猛攻を仕掛けられたのじゃないかなと思います。さあ後半の45分のハーフタイムの後に、またお送りしますが、一旦ここでちょっと休憩をいただきます。
さあ、2015年4月26日日曜日ですね、11時からキックオフとなっています。あの日立ビルシステム大宮総合グラウンドですね、場所、関東リーグの前期第4節日立ビルシステム対東京23 FC の、試合をお送りしています。前半15分、日立ビルシステムコーナーキックから28番の選手の、ゴールが決まりまして1対0で日立が先制。その後34分山本恭平の、東京23 FC のゴールが決まりまして同点に追いつき、4分後の38分に、コーナーキックから伊藤龍二の、ゴールが決まりまして逆転に成功している東京23 FC です。ですね、今日はあのいつもあの23のゴール裏というかあのスタンドに来ている、ね、あの女子サポの2名の方がですね、お仕事とかいろんな関係で来れなくてこのユーストリームの実況を心待ちにしていると話を聞きました。よってユーストリームが暴走しないに宮脇さんは細心の注意を払って先ほどから真っ黒間にうろうろしております。今のところは順調に動いているようで、あ、よかったね、怖いよと。ただ現場結構ね、あの日立ビルシステムのグラウンドですね、本当にピッチサイドなんですけど屋根も何もない芝生の上にあのテーブルを置きまして、あのそこで今撮影をやっておりましてね、マックも少しずつこんな感じですね、もうむき出しですね、あの直射日光浴びてて少し暑くなり始めてるのかなと、こんな感じで撮影しています。イエーイ、お手手が出ますかね、はい、はい、まあ実況隊といっても本当に何て言うんでしょう、本当に現場にいきなり来て機材をセットして喋るという、まあそんな感じです。まあ、どうでもいいわな。ということで女子サポの、2名の皆さん、ぜひ動画をご覧ください。お楽しみください。ここまでの成績がですね、まあ、東京 23FC2 勝1分けで、リーグ順位今のところ1位におりました。そして日立は、2敗1勝かな、ブリオベックを割り安に 1-3 で勝利したゲームが、関東リーグ全体を震撼させた素晴らしいゲームだったようです。23も前節ね、筑波に先制されまして本当に厳しいゲームだったんですけど、あの最後の最後で、リュウジが決めましてね、逆転に成功するという、あの今年はあのたくましいサッカーだなというのが、あの私の第一印象というか印象でございます。まあ、前節は、琉球に埼玉が勝ったりとか、市原はベルフェに勝って、ブリオベッカは日立に負けて、23は都内に勝って、ジョイフルホンダは、コリアに勝つと、いろいろ動きのあった関東リーグですね。そして今節ですね、第4節は、今日同じ日付ですね、同じような時刻帯1時か1時半に、やっておりますのが都南前橋とブリオベッカオレアス、これは、都南のホームゲームでやっておりますね。そしてあとはあの埼玉サッカークラブラブが、ベルフェ高原とやっております。琉球も、ジョイホンと、ジョイフルホンダつくばとやっております。昨日の土曜日はコリアとボンズが戦いまして、ボンズが 0-1 で勝利しております。さすがに、しっかり負けずに勝つというチームですね。さて、筑波戦のハーフ、筑波戦にですね、たくさんのお子様が来てくれまして、その時にですね、筑波戦であれですね、放送しようと思っていた子どもたちのインタビューができなかったので機材の故障で今日ここでお伝えします。西ヶ丘で、録音した、音源です。はい、勝手に実況隊です。今日は、スタジアムに来てるですね、小学生の男の子かな、ちょっと質問してみたいと思います。名前は何でしょうか。和田孝之です。孝之くん、何年生ですか。3年生です。そうですか。サッカーやってますか。はい、はい、黄色のユニフォームがかっこいいですね。チーム名は、スターキッカーズです。スターキッカーズ。サッカーは好きですか。あ、はい、はい、今日、あ、23の試合見るの初めてですか。あ、2回目。今日23どんな試合やるといいと思いますか。相手に3対0ぐらいで勝ちます。3対0すごいですね。じゃあもう一人聞いてみますよ。キララさん、キララさんはどこかな。あ、来た来た。はい、はい、お名前キララ。はい、水元キララです。キララさん、同じチームですか。はい。あ、そうですか。23のサッカー見たことあります。ない。今日初めて見る。うん。どんなサッカーになるといいと思いますか。試合で盛り上がるようなサッカー。あー、素敵だね。わかりました。じゃあ今日一生懸命応援してください。はい、はい、じゃあ皆さん東京23応援してくださいね。はい、じゃあ大きい声で頑張れ東京23ってやってください。せーの、頑張れ東京23。
という、応援、子どもたちの応援メッセージでしたね。私先ほど西ヶ丘で行われた試合が筑波戦って申し上げたんですが、今パラゲルさんからカンペが入りまして都南戦ですと大変失礼いたしました。まあ都南前橋のサポーターさんも試合いらっしゃってましてね、試合前ちょっとお話したりとかしまして、西ヶ丘だとねやっぱりいろんなサポーターさんがねお見えになって、いろいろサッカーを見てくれます。城北のスペリオのお客さんもどうも来てたみたいですし、東京 FC 東京もねサポーターさんも来たりとかね、非常にいろいろな方に23のサッカーを見ていただく機会になったかなと思いますね。まあ東京でサッカーをやることの大変さというのは、まあ、第一にその場所がないというかね、練習場とかとスタジアムの問題がありまして、23区でなかなかこう、J リーグに上がれるようなクラブができないというのも大いにその場所の問題が、原因していることも、多々あります。まあ、そんな中でもですね、いいサッカーをやりたい、23らしい東京らしいいいサッカーをやりたい、東京の子どもたちの未来につながるようなサッカー文化を育てたいというのはもうやっぱりありますのでね、ふるさと東京のプライドをかけてですね、23チームクラブも頑張ってますし、サポーターも、まあ、いろんなやり方をね、 J リーグではできないようないろんなことをこう やりながら盛り上げていきたいと思います。勝手に実況隊もね、これJリーグの方サポーターさんやりたくてもできないですからね、いろいろこう権利関係の問題もありますんで、ぜひアマチュア関東リーグであるからこそできるこうサッカーのこう盛り上げ方なんかをやこうひなんていうの広げ挑んで、広げチャレンジしていきたいなと思っております。さあ、間もなく後半がスタートしますね。23の選手たちが先にピッチに上がってきました。鉄道の列車が線路を走る音が聞こえてきます。和やかな、グラウンドです。大宮総合グラウンド、久しぶり選手です。鉄道マニアの23サポーターがもしいたら、ぜひ差し扇にいらっしゃったらいかがでしょうかね。まあ、これほど近いピッチサイドでね、サッカーこのレベルのサッカーを見れるというのは本当にね珍しいというかね、プロ のサッカーではありえませんのでね、まだ今シーズン何回か差し扇でここのグラウンドでやることがありますので、ぜひ興味があったらお越しいただければと思います。都内からお越しのさっきサポーターさんと話をしたら、自転車で来てましたね。ロードバイクっていうんですか、スピードが出るしっかりしたスポーツ用の自転車で、サイクリングがてら、このグラウンドに来たということですね。ちょうど近くに荒川サイクリングロードが走っています。さあ、まもなく後半のセットがスタートいたします。あと先日僕らの監督である八田正史さんがバルセロナ時代 のグアルディオラですねの監督になってからの本を出版されたとお話ししましたが、今度は土屋啓太ヘッドコーチも本をお出しになりました。ドイツ流サッカーライセンス講座、世界王者が明かす実践的トレーニング理論ということで、コーチングとか技術選手のこう育成の本になるのかなと思いますね。ベースボールマガジン社から発売されております。著者土屋啓太さんコーチですね。ドイツ流サッカーライセンス講座、ぜひこちらも合わせてお読みいただければと思います。あと、八重田監督の本も改めてご紹介します。ペップ・グアルディオラ君にすべてを語ろう、翻訳八重田正史監督ですね。東方出版さんからで初出版されております。なかなか本もいっぱい出て、次は個人的には岡正道選手あたりが本を出さないかなとね、期待してますね。なんかお笑い系の方を出していただけると嬉しいかなと。さあ、まもなく後半がスタートいたします。サポーターも後半のエンジンがかかってまいりました。後半が始まりました。2015年4月26日
始まったところです。画面左側、2エンドを取ります黄色のユニフォームが日立ブレックス、そして画面右側にエンドを取ります、白と赤のユニフォーム、これが東京日産 FC ですね。東京23 FC は後半のセットに対して特に選手交代はないようですね。ゴールキーパーは内田です。フォーバックですね、最終ラインは4人で守ります。センターバック2人は伊藤隆二と渡辺隆二と、リーチが右、高平が左ですね。そして両サイドバック、右サイドバックが俊太、左サイドバックが平良。ボランチの位置に、深めの守備的なボランチ中盤の位置に、ポジションするのが吉田正樹、キャプテン背番号2番ですね。で飯島と、トップは広瀬浩樹、新海、平良、吉田、新海、日立ブレックス、渡辺隆史、吉田正樹、内田までボールを持ちています。サポーターからは強兵コール、日立ビリシステムが左サイドから中に入ってきた、シュート、これは枠行きませんでしたね。東京23、ゴールキーパー、こちらがゴールキーパーです。内田グラウンダーで近いところにつけましたね、リュウジ。毎回内田に見ました、長いボール。リュウジがボールを隠す、伊藤リュウジ、リードに高野、つなぎ方、山本恭平、外を走る俊太、俊太、俊太、新海がフリーだ、おお、その前、広瀬、右足シュート、左シュート、クロスポスト、一つ分厚い攻撃が来ました、タイガー、渡辺隆史、吉田正樹、左サイドに開いていた新海亮太、23のファウルでありましたね。日立ビルシステムのフリーキックですね。ちょっと日が陰りました。日立ビルシステム、内田、
内田のファウルになります。イエローカードが出ました。内田のゴール、ボールのクリアランスの時に足の裏が見えたということで、日立ビルシステムの選手たちがレフリーに、抗議をしています。集中集中、日立の選手がちょっと倒れていますね。去年ここで国書の中で試合を日立ビルシステムさんとやりましてね、熱中症になって救急車がグラウンドに入ってきた件がありました。今日はでも大丈夫じゃないですかね。日立ビルシステムの選手が起き上がりました。コールドスプレーで今足、右足のももを冷やしていますね。さあ、後半7分を過ぎたところです。試合は、前半1対2で折り返して、後半まだ、のゴールが入っておりますので、1対2で23がリードしている展開です。さあ、こういう長いこう中断の後というのは集中が切りやすいので、もう一度気持ちをこう切り替えないといけませんね。また日差しが強くなってきました。さあ、大事なプレーになりそうです。23分で、日立はフリーキックですね。ボールをセットして近いところに2人います。壁は2枚、フリーキック日立、壁に当たった。フィフティのボールを大きくクリアしました。ゴール前にポンと出てきたボール折り返してシュート。8番の選手がフリーでシュートしましたが、枠の外にボールが流れてきました。高いフィフティのボール先に去ったのが日立。
ットコースを消したら、おお危なかった。素晴らしい攻撃ですね日立。14番の選手に弾道の低いアーリークロスが出されました。そしてそれを胸トラップでダイレクトでシュート。よく入らなかった。さあ日立のコーナーキック。おー怖い。ペナの外にボールを弾き出す時の選手、27番の選手がまた左からえぐります。切り返してなんとか打開したい。それをうまく、出させないようにして、ゴールラインにボールを出させました。あ、コーナーキックですね、失礼いたしました。コーナーキックは日立ビリシステム。つかの間のどかなグラウンド。23ピンチが続きます。久しぶりです。31番の選手がミドルシュート。内田がしっかりボールをジャンプしてキャッチしました。さあボールを出してきて新海の前だ。新海へのプレーはノーファールということですね。さあ集中を切らさないでぜひプレーを続けてほしい。久しぶりシステムが後ろからボールを動かしてビルドアップします。そのままタッチラインを割っています。飯島、山本恭平、飯島に出した。これピッチャンスですね飯島。広瀬光輝の前にポンと出したかったのかな。日立ビルシステム14番の選手、左に開いているところに出そうとしたのをシュンタが取り返した。シュンタマイボール。シュンタ、日立、あ、ハンド。日立ビルシステムのハンドを取りました。さあ逆サイド開いて山本恭平が今度はこっちにいます。恭平の外をタイガーが走る。中に出てきた広瀬光輝。恭平中にいた。いけ恭平よっしゃー出たー山本恭平。背番号7番山本恭平の素晴らしいゴールです。決まりまして3対1でリードしましている23です。さあ飯島胸トラップ、これも決まるか。飯島胸トラップ落としたところをそのままシュートに持ちました。さあ穏やかな時間が流れます。広瀬光輝がベンチにいてコーチに何か聞いてましたね。さあゲーム再開です。後半16分になるところです。
たちのシステムのゴールキーパーにボールが渡りました。試合時間まもなく後半18分です。1対3で、23がリードしているカントリーグ大優札。渡辺隆人、大河、吉田正樹、伊藤隆二、伊藤隆二から右に開いた大河、俊太かな、小林翼、もう一回俊太、山本恭平、ヒールで俊太、いいですね、俊太、中にできた、広瀬光輝、おお、ターンして、いいシュートでしたね。日立ビルシステムは右から左からゲームを組み立てます。伊藤隆二とのマッチアップ、翼と日立ビルシステムの選手のボールの奪い合いでした。ファウルに取りました。ナンバー3ボール、さあ入っております。さあ後半20分が過ぎたところ、さあ新海亮太に代わって入ってきたのは福井海ですね。背番号13番、オレンジのスパイク、13番が福井海選手です。さあ後半21分になるところ、スローインは東京 23FC、あ、コーナーキックですね、失礼しました。小林翼、俊太、キックフェイントしてタイミングをずらしながら俊太に打たす。広瀬光輝を使って細かいパスで密集したディフェンスの間をこうくぐり抜けようとするんですかね。さあ逆サイド、福井海、オーバーラップしたのがタイガー、福井海、中に入ってきた福井海、タイガー、上げてきたボール、広瀬、ここが飯島です。ボールの隠し方うまいね、吉田正樹、福井海、広瀬光輝、海がここでボールが欲しいというふうに今両手を挙げていましたね。はい、ボールは逆サイドに動いていっています。右サイドの俊太、小林翼と右サイドをなんとか攻略しようとパス交換をしましたが、そのままタッチを割っています。後半22分ですね。少しゲームが膠着している感じです。
両チームともほぼ同じような時間帯に1人ずつ選手交代をしています。これがどういう、効果を上げるのか、ちょっとゲームを見ないゆっくり 見てみないと分からないですね。飯島日立ボール、カウンターアタック、渡辺隆人が待ち構えていました。もう一回右から組み立てます。俊太、小林翼を経由するボールが日立に取られました。日立ビルスシステム、日立ゴール前にボールを蹴ってきています。20番の選手を狙いましたね。おお、面白い。広瀬光輝の前、飯島がニア、ファーに福井会、福井会が手を挙げています。俊太一旦戻しました。真ん中にできています。あ、ここはしてこれが俊太だ。シュート、おー、小林ワンタッチでミドルを狙いました。逆サイドに対角線の長いパス、ヘディングでクリアし、危険地帯からボールを遠ざけようとして飯島、あ、これいいカウントですね。山本恭平、恭平、恭平、小林、おお、広瀬光輝ダイレクトでそのままシュートを狙いました。ちょっと枠を捉えきれませんでした。さあ後半25分が過ぎたところです。伊藤隆二、日立ビルシステム、タイガー、見応えのあるゲームになっています。関東リーグ第4節、日立ビルシステム対東京23 FC のゲームですね。おお、ボール出ていないという判断ですね。小林翼、広瀬光輝、山本恭平、うまく使った俊太、広瀬、もう一回俊太、俊太、スローダウン、俊太、切り返して一回落とした山本恭平、俊太、恭平が追い返す、追い越す、翼、恭平を使った恭平、恭平、広瀬光輝、山本恭平、激しいボールの奪い合いですね。日立ビルシステムのフリーキック、ゴールキーパーが蹴りました。ヘディングで返したのは23、広瀬光輝、翼、面白い中を見て飯島かな、ちょっと出した広瀬、うん、これはちょっと捉え方が怖いな。日立ビルシステムがオフサイドですね。黄色とオレンジのフラッグが無常に上がっています。日立ミルシステム、2人交代ですね。選手交代がありました。
23ももう一人選手交代がありますね。今交代ゾーンに選手が待機しています。強兵おーナイス逆サイドよく見えている。タイガー左足のクロスボール、ナイスクロスボール。広瀬光輝打てる、福井海、浮かしたボールを北朝鮮システムがそのままシュートコースを消してゴールラインをボールを吐き出したような感じですね。さあフォワードの広瀬光輝がアウト。代わりに入ってくる選手誰だろうな。川内優太ですね。本来サイドバックの選手ですね。ナイスクロス。おー胸トラップ距離打ち左足。おもう一本コーナーですね。リュウシノリノリだね。背番号6番にすでに風格が漂っています。さあショートコーナーまだ生きてますね。先にボールを奪い切るか。渡辺隆人シュート。ビリシステム伊藤龍二の裏をついてきました。タイガー、あ、川内優太がそのままフォワードに入ってますね。広瀬光輝のポジションにそのまま、川内優太が入っています。背番号30番です。タイガ、強兵渡しました。強兵、タイガ、飯島、タイガ、飯島、おー面白い、そっちまで行った。福井会のところですね。
立ちビルシステムもなんとか中盤を制してこうゲームを作りたいんですが、なかなか23の守備ディフェンスがそれを許しません。顔を上げて周りを見る小林翼、もう逆サイドキーパーがしっかりキャッチ。小林翼が吉田正樹的な動きをよくするようになってますね。日立ビルシステム、ゴールキーパーがパントキック。日立ビルシステムが先に触る。50のボールの取り合い、俊太と日立ビルシステム。あ、失礼、俊太じゃ福井ですね。伊藤俊太と福井会 の 日に焼け度というか黒度が全く同じなんで分かんないな。向こうサイドでプレーされるとなかなか区別がつきません。さあタイガ、外を回ったのは、あ、これがタイガですね。京平とタイガ、タイガクロスバーを飯島落とした。京平、うん、さあここ注意ですね。今日吉田正樹素晴らしいプレーです。今のプレーは本当に大事で素晴らしいプレーですね。ああいう目立たないけれども本当に大事なプレーがこうゲームを作っていますね。スローイン、あ、ボール返しました、ね、いいプレーです。さあ伊藤龍二だ。龍二はこれ福井会か、あ、ここは福井会ですね。さっき俊太でした。俊太がその外走る。福井会から俊太、グラウンダーのクロスボール、なかなかいい攻撃ですね。
主催 FC も高知選手交代です。飯島選手がアウト。さあ、飯島アウト。代わりに入ってきたのは背番号25番です、池雄太ですね。まだ、日立のゴール前でボールが行ったり来たり、まだありますね。日立ビルシステム、大きくボールをクリア。最終ラインにいたのは、吉田正樹です。俊太、俊太、逆サイド。池雄太がフォアチェック。河内、小林翼、池雄太、シュート、おーポスト、翼、強平かな、福井海、福井海、おー決めた。後半40分、山本恭平からの折り返し、福井海の素晴らしいゴールが決まりました。1対4で、試合の点数をまた一つ競りました。栃木日大FCです。さあ、またその福井だ、川地優太、渡辺隆人が最初のボールに行きます。日立ビルシステム、左サイドからハリクロスボール、打点の高いヘッドの試合ですね。さあ、うまくいなすようにボールを外に弾き出した。そしてタイガーから河内優太、素晴らしいボールの奪い合い。うわ、すげえ、サッカーは格闘技。伊藤隆二、すごいね、俺社会人だぜ。俊太、小林翼から福井か、河内優太、山本恭平だ、恭平、うー、一気に倒し、恭平ハットトリックもあったんだけどね。譲った。でもいいプレーですね。さあ、試合時間42分、コーナーキックは池雄太、ヒールド、おー、なかなかトリッキーなプレーをした渡辺隆人ですね。日立ビルシステムがゴール前になんとかボールを運ぼうとしています。山本恭平、俊太、河内優太、細かいパス交換で23の守備陣をなんとかこう切り裂こうとしています。
さあ間もなく後半44分になるところです。ラストラストラスト、しっかり守ろう。フリーキック打点の高いヘッド低いかい。あのちょっと加速するときにリフォーを引っ張られると本当に止まるんですよね。さあ山崎恭平逆サイドフリー2人、1人抜けたら大チャンスって感じでしたね。さあ先にボールされるか。さあ日立右から攻めます。ゴール前にできた内田、池ゆうたの前にボール、池ゆうた25番、池の中に入った、カットイン。さあタイミングを図ってクロスボール、グラウンダー、河内ゆうた、鈴木大河、吉田正樹、細かいパス交換で時間を使います。シュート、タイガー、ゆうた、日立ボールです。日立、日立、伊藤隆二、内田のところで内田をつないでボールを大きく右に展開。日立ビルシステムが反撃をしています。ゴール前に走り込んできた大河、おー、河内優太のところだ。すごいね、日立ビルシステム全く投手を失っています。すみません、シュート、コーナーキックですね。さあコーナーキックは日立ビルシステム。試合時間後半46分です。低い弾道のクロスボール、山本恭平が先に去る。恭平がボールを持っていく。恭平、おー来た、福井海、福井海が中に入ってきた。左足折り返した、池裕太、おーっしー、吉田正樹、福井会、23ボールです。さあボール入りました。吉田正樹、後半48分を過ぎています。
うまくアディショナルタイムを使い切って、あ、終了ですね。審判の長いホイッスルが吹かれた、日立ビルシステム大宮総合グラウンドです。試合はご覧の通りで、トータルスコア、1対4で東京 23FC が見事勝利いたしました。試合の経過ですね、前半15分に、日立ビルシステムがコーナーキックから28番の選手がゴールを決めました。そして日立が先制して、ゲームが膠着する中、前半34分山本恭平のゴールが決まりまして23追いつきまして、その4分後38分ですね、コーナーキックから伊藤隆二が素晴らしいヘディングを決めて2対1と逆転成功して折り返しています。そして後半ですね、後半14分山本恭平が追加点を決めて点差を2点に広げて、終了間際ですね、40分福井海がゴールを決めて後半2点を追加しました。結果1対4でトータルスコア3点差で東京 23FC が見事勝利いたしました。まだ順位のことを言うのは早いですが、これで、今節も、前節首位に立ったリーグ首位に立った23、今節もその首位の座を明け渡すことなく、終了しています。東京の 23FC サポーターから日立ビルシステム、コールが送られています。さあ今節も、先制されはしましたが、その後、たくましいサッカーで、見事逆転をして、見せ場の多いゲームを作ってくれた東京23フットボールクラブ選手たちが今ピッチサイドのサポーターのところに向かってきています。サポーターが太鼓で出迎えます。いいプレーですね。選手たちもニコニコ笑っています。サポーターもピッチサイドギリギリまで来て出迎えます。さあ今日は恭平選手と伊藤隆二選手が顔が隠れないようにしっかり上げないとね。あ、2回も来ましたね。ゴール、あ、逆だよ。さあゴールを決めた選手がそのゴールを祝福するフラッグを掲げてます。福井選手は旗を上げるのが苦手なようです。伊藤隆二選手が今サポーターの旗を持って帰ろうとしてましたね。さあ、素晴らしい、ピッチサイド、サポーターと選手の交流を見せていただきました時の実際節です。2015年4月26日、日立ビルシステム大宮総合グラウンドからお送りしました関東リーグ前期第4節、日立ビルシステム対東京ニュース FC のゲームはご覧の通り1対4で、東京ニュース FC が勝利しています。前半15分28番の選手が日立ビルシステムが、ゴールを決めて1点先制しましたが、前半34分38分と、2点、そして後半2点さらに追加して1対4で、東京ニュース FC の勝利となっております。さて次節の予定ですね、今度は関東リーグの前期第5節になります。2015年、5月3日14時です。東京 23FC のホームゲーム、FC コリア対のゲームになります。今回ホームゲームですが、ちょっと会場が遠く ZA オリプリスタジアムですね、千葉県市原市岩崎536、
電車のお客様 JR 内房線5位駅から約3キロちょっと遠いのでタクシーを乗り継ぐと、まあ、タクシーで1100円ぐらい、自転車を借りてサイクリングがてらというのもありかもしれません。さてお送りしてきました東京ニュースさまじで TV も終わりの時間がやってまいりました。本日ご覧いただきました動画は、今日の中継後30日間、ご覧のユーストリームから再視聴いただけます。30日過ぎるとユーストから自動削除となりますのでご注意ください。以上、ビデオカメラとユーストリームのオペレートはパルグエルさん、そして MC とミキシングはブラジルオエージ36でお送りしてきました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それでは皆さんまた23のサッカーを見に来てくださいね。よろしくどうぞ。さよなら。